眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。こんばんは。深夜の安眠トーク。今宵を皆様を安心して眠りの宇宙へ誘うために、ご登場いただきますのは、このシャトル、さあ皆さん元気にシートベルトをお付けください。そして宇宙食はイーグルサムのビスケット。ロサンゼルスオリンピックのマスコットキャラクター。さあ皆さん心地よい眠りに誘う宇宙の旅へ出発です。絶対そのクッキー古いよな、それ。4、3、2、1、0。関谷君、これ宇宙です。宇宙の BGM お願いします。やんわんわん、やんわん。いやいや、先生がそれやんわんやんわんやる必要ないですよ。ねえ、何なんですか、この始まりが。いや、だから、前回も予告したじゃないですか。皆さんをね、安眠のね、安心して眠りについていただくために。寝れねえや、このラジオって、こう、みんなこういう思ってるわけですよ。そういうね。いや、違う、これはもう、本当に寝れるかも、って。もう、心配事が多すぎて、私最近眠れないのって、不眠症で困ったなーとかって。レンドルミン飲まないとな、レンドルミン切れちゃったどうしようって薬、睡眠薬切れちゃったどうしようって、睡眠導入剤がないわ、困ったなーって、今から薬屋さん相手な、薬屋ではもらえねえわ、あれは、つって。みんな悩んでるわけですよ。はい、そんな時に、はい、あ、そうだ。安眠ラボラトリーラジオ聞こうって。こういうね、はい、こういう感じに持ってかなきゃダメなんですよ。まあ、そのためにはちょっと認知度が低すぎますね。私たちのラジオ。どういったところ？いやいや、それ困ってる人にピンポイントで、それは日本安眠ラボラトリーの存在知ってもらえればいいですけど、知ってる人なんてだって、ちょっとしかいないでしょ。安眠ラボラトリー？まだ1万人もいないんだから、ちょっとこの収録中にマッサージ機やり始めてやめてもらっていいですか？これどういくら肩こりがあどういう、これね、はい。わ、すごっ。すごっ。これ一番強くすると。え、ほんと？して、して、あれして。こんな強く強くたことない？これ。あ、ほんとだ。あ、ほんとだね。これすごいな、これは。あ、これはすごいわ。いやいや。ちょっとそれ。あ、これは、これは。恋人よ。僕は、もう分かったから。もう、寝かす気ゼロでしょ。いや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 。寝かす気ないでしょ、これ。いやね、あと、振動であのお味噌がぐらーって揺れてる。なりますね、これ。ぐらーって揺れてる。もう、さっきまで何話してたか全然忘れちゃった。何でしたっけ、どこまで来ましたっけ。10人十色。いや、そんな話はしてない。宇宙船がどうとかって。そうそうそう。そうなんですよ。で、今宵は、皆さんも安心して眠りについていただくために、もうね、巨大な宇宙のね、このね、危険。それに立ち向かうっていうね、ことをね、考えないといかんだ、なと思って。我々ね、安眠研究家、以前もね、はい、こんな話させていただきました。皆さんを安心して眠りについていただくための、不安を払拭するための研究なんですよ、うちは。ああ。ね？だから寝ていただくための研究っていうのはどういうことかって言ったら、いろいろ分野があるんですよ。もちろん、寝心地がいいとか、安眠するための枕だったりとか、安眠健康スリッパとかね、クロックスと提携して、日本安眠ラボラトリークロックスとかって、そういうのもね、うちらもまた開発はしてるんですよ。いや、だからそれもね、俺、ほんと信じる人いるからな、それ。いや、いいんですよ、いいんで。ね？コメント答えの私ですからね、これ。大きな声出しなさんな。どこで売ってんですか？どうやって買えるんですかって言って、どうなんでしょうねって、また返さなきゃいけないわけじゃないですか、確かに。はい、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 はい。いやいや。ね、つながらないよね。で、うちらのその研究の中では、はい。
そうなんですよ、うんうん、皆さんね、安心していただくためには、うん、あらゆる不安の源を取り除くっていう研究をしてる部署があるんですよ。部署？はい、そうなんです。うん、部署別なんだ、それ。そうです。ちょっと今ね、研究員をちょっと今連れてきて。早乙女くん。これ、新人なんですよ、これ。早乙女くん。はい。あ、昨日の研究した経過をちょっとね、山崎さんと、あと今、これ、今ね、これ YouTube やってるじゃん。お、YouTube やってるんですか？そうだよ、YouTube やってるよ。え、YouTuber なんですか？いや、今 YouTuber ってわけじゃないけど、まあ、YouTube っていうね、そういうコンテンツがあって、それに私呼ばれてる。いや、YouTube 知られるから。先生すごいな。先生すごいわ。いや、それほどでもねえよって。まあ、こんな感じで。ああ、うん。なるほどね。うん。それで、はい、どういう研究をしてるかって言ったらね、今、地球を襲うであろう隕石、うんうん、それをどう撃破するかっていう、研究を日々重ねてるんでございます。安心のためにね。安心のために。もうそれが、ダメか。そうです、そうです。確かに確かに、うんうん。それを不安でみんな眠れないっていう人、うん、結構増えまして、最近。うん。増えますよね。そうです、そうです。だからもう、これからね。みんな寝れねえよって書いてましたもんね。そうでしょ。不安で眠れないですよ。はい。で、私も後悔してるの。ああ、あんな話するんじゃなかった、っつって。ね、うん、2025年って言わなきゃよかったって。2026年ぐらいにしとけば、あと1年は伸ばせたかなっていう。もう25年に来ないって言ってるもんじゃないですか。とりあえず、だからもうそこはね、責任をね。責任どう取ってくれるんだって。いや、本当にどうするつもりですか？本当に。いや、だから、うん、じゃあ言ってんじゃないですか。隕石を粉砕する方法をうちらが考えるの。これが最高の責任ですよ。ああ、そういうことね。そうですよ。あ、そしたら。それはそうですよ。確かに。そしたら全てが丸く収まるか。そう。で、NASA にね、任せてなんないよ。見てたのこの NASA がやってることを横で。そしたらもう。横でそしたらね、あいつら、ほんとダメだね。いやいやいや。あ、それじゃダメだよ。その方法なんですよ。いや、どんなことやってたのか、ちょっと参考までに教えてもらっていいですかね。もうダートって言ってね、はい、人工衛星を隕石に体当たりさせて、軌道修正するって言うんですよ。だそんなやり方したらダメだよってこと、NASA がさ、なんでつって。いや、なんでって、お前、ちょっと考えりゃわかるでしょ、うん、あんただって NASA でしょ、うん、マサチューセッツ大学とか出てるんでしょ、ね、マサチューセッツ工科大学。うんうん、ねだ何の効果もねえよ、そんなとこ行ってる。効果にかけなくても大丈夫ですよ。ねいいかいつって、はい。いいかいんね、うん、あんたたち。ね、気持ちはわかるっつって、はい。うん。だけどねって、隕石ってのはいろんな種類があるんだよっつって。うん。例えばね、ちょっとそこの君、つって。隕石を粉砕するって言うけど、うん、それ、見つけてから粉砕するんだよね、つって。うん。はい、つって言うわけですよ。うん、まあ、英語でですよね。英語で言うんですよね。で、こっちも英語で喋ってますよ。いや、じゃあ英語で喋ってみてくださいとか、そういうのちょっと抜きにして、ここは皆さん分かりやすい。まあ、そんなことは言おうとしてないよ。うん。これでね、うん、さ、いや、そうなんですよ。ある程度、うん、結構近づかないと見えないんですって言うんですよ。はいはいはい、はい。ほら見てみ、つって、うんうんで。ある程度近づいてどれぐらい近づくのつって。うん。うん。何万キロメートルとかだったことは言うんだけど、うん、いや、ちょっと待ってて、その距離で粉砕したら、うん逆に、その粉砕した粉が、うん、飛び散って、粉。ね地球に降り注ぐでしょっつったら、あ、確かにっつってんですよ。NASA が。ああ、これか、お前、だからお前ら考えなさすぎっつったの。いや、その NASA にかけなくていいんだ。これで、で、もう一つ。受けたんだ、それは、そこは。ダーッと受けたんだ。うん、ダーッとって、つって受けましたね。うん。ねえ、なんなんこの回。いや、それで、うん、はい。うん。で、隕石はね、うんうんうん、何もね、こうで、岩の形をしている隕石ってみんな思ってるでしょ、うんうんうん、あのね、隕石には2パターンあって、砂利がこう密集してる隕石もあるんですよ。へぇ岩石型のものだったら、うん、まあ、それを粉砕して、なんとかなるんですけど、うん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 砂利型のものっていうのは集中してるだけなんで、うん、そこにね、何かをぶち当てても避けるだけ。
その塊っていうのは、形は変えても結局固まったまま来るんですよ。あ、そんなのあんの？そうなんですよ。すご。そう。だそういうの知ってるって言ったら知ってるし、あ、それは知りません。言ったわけないでしょ。知らないことはないでしょ、NASA の人は。それは知る、それで知らないです。知らなさすぎました、つって。いや、何にも面白くないです。笑っての先生だけです。まあまあまあ。現場でどれくらい受けたか分かんないですけど。まあまあ、もうね。現場では全然受けないですよ。いや、もうじゃあ誰も受けてないじゃないですか。で、私はすごい面白いな、とか、とか。うん。そうなんだ。そうなんだ。だまあ、そういうのとかね。うん、あとはやっぱりね、一番怖いなと思うのはね、こう軌道修正っていうのは、ある程度遠くないと軌道修正できないんですよ。うん、だから問題なのは、その遠くの距離って、見つけられるかどうかが問題なんですよ。もうね、科学の進歩によって、だんだん見つけられる数ってのは増えてきてはいるんです。ここ最近だったりとかすると、そういう隕石、隕石じゃなくてごめんなさい、そういうね、惑星とか、はい、そういうのはもう本当にね、こう、いろいろこう、地球の周りを取り巻いてるんですよ。それはくる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 回転してるんですよ。で、その中で、地球にぶつかる可能性がある軌道をみんな計算してるんですよ。私もとかも計算してるんですよ、みんな。先生も。私も計算してます。今んとこ大丈夫なんですよ。それが。今んとこ大丈夫なんですよ。だからこれが危ない、危なそうだなって思うやつを何とかしようって話なんですけど、危なそうだなって思うのがちょっとね、遅すぎるのね。それが私すごく心配で安眠の妨げになるんじゃないかなって思ってるわけですよ。だからもうちょっと早くなんとかしないといかんなと思って。なるほどね。はい、そうなんです。それをやった方がいいかもしれないですね。そうなんです。だからそれを粉砕するとか、軌道修正する。この方法じゃダメなんですよ。ダメなんだ。ダメなんです。そのさっき言ったように、砂利の密集型隕石は、ダメなんです。そっか。そう。だからどうすればいいんだろうって、私この話したらね、みんなね、じゃあどうすればいいんだ先生って言うわけだよ。皆さんの人たちが。そう。これじゃ頼られてます。そうですよ。だから私はね、言ったの。押してダメなら引いてみなって言ったの。って言ってみなって言ったの。押してダメなら、行ってみぬ。こう言って。いやいや、違う、行ってみぬじゃなくて、行ってみなっつった。いや、引いてみなでしょ。引いてみな。間違えてるじゃないですか、全然。押してダメなら、引いてみなってもうみんな言ってましたよ。揃って。うん、こうしましたね。そうそうそう。で、だんだんみんなこうやって、なんかみんな一斉に始めてきて。で、こう、手拍子にさ、アメリカ人ってすごいね、このなんかノリがね。押してダメなら、行ってみなーって。引いてみなー。押して、あ、そうそうそう。多分、ちなみに今、10人ぐらい今、消しましたけどね、今。いやいや、笑い事じゃないのよ。そうか。笑い事じゃないのよ。で、何遍も言うけどね、これ、安眠トークだから、面白いこと、言う必要ない。そうですね。全く。そうです、ね。むしろ、私たちはね、皆さんを安心して眠りについていただく。そのために、不眠の原因になるような不安、それを取り除くための研究を私はしてるんですよ。なるほどね。で、その研究の成果を皆さんにお伝えして、皆さんに安心していただくって、そういうわけでございます。そうか、そうか。そうです、そうです。大丈夫、今のところ面白いこと何も言ってないから大丈夫です。なさそうとか。はい、それでね、その隕石を、押してダメだったら引く。これどういうことかっていうと。はいはいはい、まず、私はね、バキューム方式を考えたんですよ。隕石バキューム方式。つまり、吸い込む。吸い込むんですよ、隕石を。だから砂利型のやつ、私これね、サイクロン掃除機ってあるでしょ。あれ見てね、パッと。トイレ行ったんですよ、ある日。ちょっともう本当にね、トイレ行きたくなっちゃって我慢しきれなくてね。ほいでね、パッと急いで入って、転んじゃったの。トイレで。ほいで頭打って便器な角にぶつけて。で、頭打った時にパッとひらめいたの。あ、これだと思って。隕石をバキューム方式で軌道をそらすっていう。いや、よくそういう天才いますけど。そういうエピソード聞くけど。結構強引じゃないですか、それちょっと。その場合は。どういうことですか？どうするんですか？だから、あれですよ。
何ですの。いや、それは、そういう、あのね、器具はあのね。ちょっと待って、器具どんだけちっちゃいと思ってたんですか。なんだか、だ直径10キロつけて、そんな。いや、だって先生、直径10キロとかって言ってたじゃないですか。あ、そうそうそう、そうそうよ。そうよ。うん。うん、直径10キロって言ったらだって、あのね、世田谷区ぐらいあるでしょ。私心配してるのは、10キロぐらいの規模のでかい隕石は、うん、NASA に任せときましょう。で、私が懸念してるのは、うん、10キロぐらいのやつってある程度離れた距離で見つけられるんですよ。ああ。だけど、1キロから5キロぐらいの、うん、隕石っていうのは、うん、落ちたら危険だし、さらに見つけにくいって、これが一番ネックなんですよ。見つけられないんですよ。それぐらいの規模のやつ。うん。だからもう5キロ以上、十何キロとか、そのでかいやつは、もう NASA が何とかしてくれます。だけど、私の仕事は、1キロから5、6キロぐらいの隕石のサイズ、それを何とかしなきゃいけないんです。で、私の、バキューム方式で、1キロから6キロぐらいの隕石は、ちょっと吸引型で、こう、シュッとね、起動しますっていう。気になるな、その、どういうシステムなんですか、それ。あのね、うん、そこはね、企業秘密なんですけど、ちょっと、いや、分かった、教えてくれ、ちょっと、ね、うん、網、地引き網みたいな感じで、網かけて、それでこうやって引っ張るんですよ。網かけて、ギュッと引っ張るの。はいはい。うん。はい。いや、それはあれですよ。そう、俺はもうね、早いですからね、隕石ってのは、ほんとスピード早いよ。今、網って言った瞬間30人いなくなりました。いや、実際は網じゃないよ。地引き網の網とかじゃないんですよ。そうなんだ。うん。それもそういうんじゃないよ。まあ、これ、企業秘密にしておいた方が良さそうですね。うん。だから、そんなこと聞くからですよ。そっか。細かいこと。いや、そういうの聞くでしょ、だってそういうの、ね、バキューム方式って言ったら。そういうの、マサチューセッツ工科科大学の人が考えりゃいいんだよ、あんなのは。それはどうすればいいかって。私は理論を伝えてるだけだから。吸えばいいっていう。吸うって言ったら、それをどうやって吸うんだっていうのは、そのマサチューセッツ工科大学がやればいいんですよ。そっか。そうです。難しいこと考えすぎんかな。ま、いや、私がね、懸念してるのは、そんなことは簡単なの。はい。簡単なの。簡単なの。私が一番心配なのは、これです。そのタイミング、太陽フレアが重なっちゃうんですよ。そのね、隕石が来るこのタイミングに、今一番懸念して私が心配してるのは、太陽フレアが重なっているタイミングなんですよ。その時に、そのね、すべてのコントロールが失われる。だから要するにそういう隕石への、まあ破壊工作をしている時にですね、太陽フレアによってコントロールが効かなくなって、その、コントロールが失うと、その、なんていうのかな、隕石を、こう、撃破しようとしてるシステム自体もちょっと機能が、使えなくなるっていうね。なるほど。それが一番心配なんですよ。で、それをね、私は研究員にどうすればいいか。ああ、そういうことか。はい。早乙女くんに。早乙女くんにお願いして。そうなんだ。そうなんです。今日はね、YouTube の録音だけを、お前はその仕事をしろって言ったんだけど、行きたいですと言うからね。で、連れてきちゃったんだ。連れてきた。そっか、そうなんですよ。わかりました。はい。いや、先生、今日もためになる話、どうもありがとうございました。はい、いや、とんでもないです。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。